I need you 私前から先輩のことが好きです。この間、これ実の話なんですけど、キュン、Hey guys, it's Cat the Cat, and today we gotta go and ask the boys of Japan if they would like to fall in love like in a manga love story, and if so, what kind of scenario they always wanted to try and have in real life. Guys, don't forget to subscribe for more videos from Ask Japanese, and let's go and Ask Japanese boys!漫画のようなシチュエーションが一回でもやってみたい、それともまあ別にいい、一回なんかちょっとあってもいいかな、ね、おお。おお。間違いない、こっちです空気読んでこれ、おお。おお。ワンチャンに、おお。そのなんでその漫画のシナリオがいいんですか。漫画のシナリオがいい理由なんですかね。やっぱ普段じゃあ味わえない、やっぱり漫画でのどういうシナリオがいいですか。自分ありますよ。自分やっぱり多いじゃないですか、こう角でこうぶつかってからの声が始まるみたいな、あれ当たり前パターン、この王道ね。やっぱそう一回やってみたいですね。こう走っててぶつかって、その時はあすいませんで、どっかでまた一緒になって、あの時のみたいな、次は教室で、あーこの人で、そっからね仲良くなっていくみたいな、喧嘩しながらも、そういう王道パターンが一回やってみたいですね。あーいいですね、ナイス。キュンキュンしますね。キュンキュンしちゃうからそう漫画を見てときめいたりしますか。そうですね、結構少女漫画読んだりするんですけど、やっぱ読んでてすごいやっぱキュンキュンしちゃいます。キュンキュンします。胸が痛くなったりもするし、そう結構なんでそっちの子と付き合っちゃったんだろうみたいなもん、そういうのもあったりするんで。アオハライドっていう漫画結構昔にあったんですけど、俺あれから少女漫画入ったんですけど、やっぱあれ結構思い出に残ってますね、一番最初の少女漫画なんで。なんか女性漫画、なんか少女漫画の魅力は何ですか。魅力ですか。でも自分も中学校の時に友達からこれ面白いよって勧められたんですよ、女友達から。でそんでから見てハマっちゃって、あなんかなんだろう、やっぱその大げさすぎるストーリーじゃないですか。だから、まあ、そういうのもいいですけど、現実にあんまかけ離れすぎてて見てて面白くなりますし、まあ、あんまりこう漫画でキュンってなること男性ないと思うんで、まあ、それがまたいいかなと思って、やっぱ少女漫画ハマっちゃいましたから。役に立ったことあるんですかね。ちょっと女心が分かるようになりました。漫画にありそうな恋シナリオを思いつきました。恋シナリオですか。なんか隣同士の幼馴染といい感じになりたいですね。自分は家の隣ってことでしょ。そうですね、家の隣で2階からのこの貸し借りとかちょっとやってみたいですよね。屋根渡ってくるやつでしょ。そうですね。あ、いいですね。あ、窓開けてすぐにいる。はい、でも親同士も仲良くて、まあ、朝起こしに来てくれたりとか、最高ですね。あ、いいね。最高ですね。考えたけキュンキュンしたこれ。最高ですねそれ。青春はしてみたい、なんででしょう。学生時代少なかったんでちゃんと高校生やって青春したいですね。おなんかこのシナリオをやってみたかったなみたいなありますか。いや特に、とりあえずなんか放課後一緒に帰ったりしたいです。そうですね、歩き道でちょっとしゃべりしたり。そうですね。なんかこういうシチュエーションのアニメ的な告白ありますか。あ普通に体育館裏とかで。あありそう。まあ告白してもらった方がいいですね。でもナイスナイスナイス。名前なんですか。広大です。広大くん。私前から先輩のことが好きです。ありがとうございます、お願いします。おじゃあ次はそんな大げさのラブシナリオはいらない、なんででしょう。まあそもそもあんま漫画ものとかあんま読んでないんで、真面目ですね。なんでっていうのもありますし、まあうん、まあ結構読んでない分結構そう非現実的だなっていう風に偏見があっちゃうんで、まあ普通の恋のやっぱ現実的な恋の方が、いいのかなって思います。じゃあ何のラブシナリオはいいんですか、普通でやれば。まあでもやっぱり今日みたいにこう海来たりとか、やっぱお祭り行ったりとか、まあ
ね、そういうテーマパーク行って遊ぶとか普通にそういう、まあ、当たり前みたいな当たり前のことができればいいなと思います。彼女はリードする派？できればしたいですね、まあ、でも彼女の意見も聞きながらこう考えお互いにこう相互し合いながら決めれたらいいかなって思います。漫画ラブシナリオがいらない、なんででしょう？ちょっとあれは行き過ぎ、リアルじゃない。じゃあリアルのシナリオは何がいいですか？リアルなシナリオは2人で出かけるっすね、普通に、それだけです。はい、普通に。じゃあどこで出かけますか？買い物。普通、本当普通でいい、映画見たりそういうのでいいです。漫画ならではだからちょっと現実味がないので、もう一声、そういう漫画っぽいのは自分で作り出したい。僕はね、漫画みたいな声してみたいです。ドキドキしたいから。壁ドンとか。壁ドンとか。壁ドンとかいいですね。そうそうそう、逆なんていうのをされてみたいです。あ、逆壁ドン。そう、逆壁ドン。逆壁ドン。そう、男からバーンじゃなくて女の子から逆にバーンってされてみたい。その時に何言われたいですか？手じゃなくてもいいから、いろいろと肘ね、肘と。そうそう、肘でもいい。エルボーでもいいから。何言われたいんですか、その時？その時何言われたいんですか？何言われたい？ダンの後で。何言われたい？ダンの後。何言われたい？私のことを見てよ。いや、そういう感じではない。いや、ポテトフライがいいよ。それでいこう。ダン、 I need you。 I want you, I need you、 I love you。 漫画のラブシナリオあってもいいなって。じゃあどのシナリオ一度人生の中でも一度でもやってみたいは、こうやって急になんか歩いててぶつかりました、あ、ごめんなさいみたいな感じで物拾います、あ、どうぞみたいな感じでなんか出会って、でまたなんか次の場所でもなんかまた出会ってみたいな、でなんかそうやってなんかよく出会って、なんかこの人がなんか運命の人なんじゃないかみたいな、でなんか一緒にご飯とか行ってみたいな、ここから始まる恋みたいな、なんかそれも結構あったら面白そうかなって思いますね。なんか本当に別に最初は全く関係ないのになんか好きになっちゃうのかなっていうのもちょっと気になったりしてて、たまたま本当にぶつかっただけなのにみたいな、なんか拾ったりとか、それで恋が始まるのは面白いかなって。わかん、ただやってみたいのはディズニーデート。あー、はい、ディズニー行きたいな。ディズニーの楽しみの最初と最後のアトラクションどうしますか？いい質問だ。最初と最後。いい質問。おー、むず。最初はアクアトピア C です。いや、濡れるからテンション上がるかなと思って、水に濡れたら。濡れるアトラクション最初、じゃあ最後はどうしますか？最後はタワテラですかね、景色綺麗なんで。自分で言ってみたけど意外といいぞ。じゃあ両方イエスだったので、うん、漫画ラブシナリオ、なんでか漫画ラブシナリオがいいでしょう。海とか関係なく、うん、いや、よく、本当によくあるある、うん、2つあってすごいあるあるだよ、うん、図書館とか、うん、本屋で、うん、こう手があーってなるのとか、 あとはベタなやつね、あとはその曲がり角曲がって肩ぶつかってみたいな。あー、なるほどね、ベタなやつね、うん、よかった。 あとは今ぶつかったじゃないですか。あ、ぶつかった。あとはあらあ、あ、あ、じゃあ後で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 、ね、偶然にどこか違う場所で出会うかもしれないですね。そうですね、そしたらその時はよろしく。そのどこで読んだんですか、その。いや、なんか図書館で。別に漫画とかじゃないけど、よくこういうシチュエーションになったら男はどうするかみたいな、あと逆、その女はどうするかみたいなさ、テレビで、ね、それを見ていいなって。理想な漫画シナリオ。 あ、何、なんか言いたがりだね。何、言いたがりだ。分かった、当たった、はいはいはい、お前あんだよ。あるじゃん、最近やったじゃん、それを。やった、それは俺は運命だと思う、うん、この間、これ実の話なんですけど、この間僕あの免停になりまして、車、うんうん、あ、免許もう一回、何日間か運転できないよって、うん、そうそう、で、あの会社で、あの入社したてで一緒の職場の子がいたんですけど、すごい仲良い女の子が、その子が1ヶ月ぐらい入社で辞めちゃったんですよね。すごい仲良かったんですけど、で最近免停になりまして、で免停講習に行ったわけですよ。
メンテが30日を減らすっていう1日そうメンテ講習に行ったら4年ぶりか偶然会いまして、そうそうそうでもそれだけじゃない、そう、はい、おーで、ね、続きが、そう続きがある。でそこでやっぱり話したわけですよ。でじゃあ今度飲みに行こうとかっていう風になったんですよ。じゃあ LINE もともと知ってたんで、その入社の時教えてもらってたんで、じゃあ LINE するねって言って、その講習が終わってから LINE をしたんですよね。そしたらその子の LINE 変わっちゃってて、飲みに行こうって言ったら飲みに行けなくなっちゃったの。うわーと思った、うわーと思って、なんかできなくなっちゃった。うわーしかも結構可愛いんですよ、4年ぶりなのね。うわー、そう、4年ぶりで、うわー運命かと思ったのにと思ったんですけど、つい先週、なんかララポートに買い物に行った時にまた偶然会ったんですよ。そこでなんとか連絡先を聞くことができて、今度ご飯の約束してます。いやー、おめでとうございます。それは結構ね、漫画あるあるっていうかね、もう、うん、実はだからね、あったんですよ。だから僕その人運命の人だと思ってるんですけど、まあ LINE した感じは全然相手にされてないというか全然っていう手応えなんですけど、まあ、とりあえずご飯の約束はできました。そこからちょっと頑張っていきたいと思うんですけど、頑張ってください。ありがとうございます。おー、今すごい運命の話聞いたんだけど、その漫画でも他の濃いシナリオ、これやってみたかったなと、やってみたいのも他にありますか？1個ありますね。例えば結構可愛い子と通りすがるときって、まあ僕だけかもしれないですけど、男の人って結構こう見る、おってこう見て、こう通りすがるときに行くと目で追っちゃうっていうことがあると思うんですけど、逆に向こうからもちょっとあの僕のことをいいかもと思ってこう見て、俺もいいかもと思って目を合わせるっていう瞬間がこの夏に起こればいいかなと思って。誰がねえ、可能性はゼロじゃねえ、1はくれ、 1% はくれ、うん、じゃあ一旦やってみますか。あ、やってみますか。ちょっと一旦持ってもらってもいいですか。はい、じゃあ来ますよ。行きますよ、どうぞ。これです、今のそんな今のがいい。まだチャンスがあると思います。諦めないでください。ありがとうございます、頑張ります。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 manga love scenario yes or no, and the boys actually voted for yes and only 3 people for no, so we have 10 votes for yes actually. If you're wondering, this is actually the synergy, this comes up to 5. It's like when we do it with like 4 stripes and then have the 5th one come across. This symbol actually is 5, so it's easier for us to see how many votes we actually have. Anyway, so manga love stories, Japanese boys said definitely yes. One of the scenarios is that you bump into someone and total stranger, and then you see her later again, and then you maybe see her again. It's kind of that feeling when you, ooh, it might be destiny that I'm bumping into that person. But it's really nice to see that some Japanese boys also read shoujo manga, which are actually aimed at girls, to just enjoy the romance, even though it's totally, you know, unrealistic and sometimes blown out of proportion. They enjoy that. There were a couple of people who said, no, it's too unrealistic, I just want to have a normal thing, the normal love story, I don't know. But here on the yes side, many people said, yeah, a couple of things I haven't done yet, or I would have liked to do that when I was still in school. Interesting to see. So guys, what manga love scenario do you want? Do you want one? And if so, what kind of love scenario do you imagine you always wanted to try? Is it a girl falling from the sky, or, you know, totally romantic? You'll find out. Okay, let us know, leave us a comment. Also, don't forget to subscribe to our channel for more videos. Click on the little bell symbol and maybe come over to my channel and play, because I'm going to talk about dating spots in Tokyo. So, I hope you have a great day, and I'll catch you soon on Ash Japanese. Bye!